花嫁さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペイ後払いを実際に使ってみたメリットやデメリットを解説ということで、今回は今メルペイで話題になっている後払いを実際に使ってみたので、そちらをお伝えして、その後にメリットやデメリットについてお伝えしていこうと思います。ということで、まずおさらいなんですけども、現在はこのようなキャンペーンが開催されていますね。日本全国まるっと半額還元ということで、50% からセブンイレブンファミマだと 70% 還元ということですね。実際にもう使われましたでしょうか？僕もですね、昨日早速使用してきました。それがこちらですね。動画でもお伝えしたんですが、僕の場合は後払いの利用区は1000円しかなかったので、全部セブンイレブンでお菓子にベットしてきました。まあ動画の編集中とかに甘いものがどうしても欲しくなるので、もうチョコ系がやっぱり多いですね。ちなみに個人的にはこのバナナチップスチョコを冷凍庫でキンキンに冷やして食べるのがおすすめです。実際に購入してきた時のレシートがこちらですね。980円分のお買い物をしました。で、昨日の夜に購入したんですが、まあ今朝起きたらすでにポイント還元もされていましたね。で、しかも、まあセブンイレブンだとポイント還元が 70% なので、686ポイントということになります。なので、実質の手出しは294円で購入できたことになりますね。ここからは僕が今回のキャンペーンを通して後払いの機能サービスについて、まあ思った率直なデメリットからまずお伝えしていこうと思うんですけども、まずこの一つ目っていうのが、後払いの仕組みっていうのがちょっと分かりにくいということですね。まあ例えばそのクレジットカードとかに使い慣れてない方だと、まあ支払うタイミングが、いつ引き落としがされたり、しっかり把握しておかないといけないっていうので、ちょっと忘れがちになりそうなんですよね。まあちなみに今月は、まあもし支払ったり、後払いを利用した場合は7月の1日から7月の31日までなので、まあスマホのカレンダーとかにメモしておくのがいいのではないのかなと思います。まあ二つ目っていうのは人によっては後払いの利用枠が決められてるということですね。まあ僕の場合はもう残念ながら1000円ということだったんですけども、まあ人によっては3000円とか5000円とか1万円とかバラバラになるとは思うので、まあこれに関してはやっぱちょっと疑問が残るところではありましたね。まあこれに関して本当メルペイ側の、そしてメルカリ側の信用情報で決めるみたいなので、もうなんとも言い難いです。まあ次にメリットなんですけども、これは1ヶ月前ぐらいの動画でもお伝えした記憶があるんですけども、例えばそのクレジットカードと違って審査などの面倒な作業がないんですよね。もうこれカード作成された方であればすごいわかると思うんですけども、通常だとクレジットカードを作ったら例えば審査に2、3日ほどかかったり、まあ最悪1週間ぐらいかかったりする時もあるんですけども、それがない状態で後払いを利用することができるというのはかなり大きなメリットではないかなと思います。次にこのお金を借りて返すというお金の重みを感じることができるということですね。まあクレジットカードと仕組みも支払う仕組みっていうのはすごい似てるんですけども、使った月の、まあ、翌月に支払うということなので、まだ例えばその若い方とかでクレジットカードを使ったことがない方であれば、このメルペイの後払い機能を使って、まあ、いい経験がすごいできるのではないのかなというふうに思いました。ということで今回はメルペイを実際に使ってみたということとメリットデメリットについてお伝えをさせていただきました。もしですねこの後払い機能について思うことがあれば下のコメント欄で書き込んでみてください。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録グッドボタン、あとツイッターもしてますのでツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。